ダンスケ銀行は、デンマーク最大の銀行。デンマーク国内に100以上の店舗を持つほか、北欧諸国を中心に、世界13カ国で店舗を展開している。コペンハーゲンに本部を置き、ナスダックコペンハーゲンに上場している。名称は、デンマークの銀行を意味する。1871年10月、クラ製作者兼仲買人のコットリーブ・ハートビグ。 エイブラムサンチャデイリアがコペンハーゲンで設立したデンデンスキーランドマンツェイバンクヒポシックベクセルバンクがダンスケ銀行のルーツとなっている。1881年にヨーロッパの金融機関で最初に貸金庫サービスを開始した。1968年、子供向けの貯蓄講座ポンドゥーズクラブを開始、現在までペンギンのマークと共に親しまれている。 1976年に、ダンスケ銀行に、会社1982年に、ニューヨークに1983年に、ロンドンにそれぞれ事務所を開設1990年4月には、1873年からコッペンハーゲンで営業する貯蓄銀行のハンドルス番ン,ンを合併した。1997年に、 オスロストックホルムヘルシンキに相次いで支店を開設した。1999年にポーランドで法人向けの銀行サービスを開始。2001年にデンマーク国内銀行のレアレダンマークを買収した。2004年に北アイルランドのノーザンバンクとアイルランドのナショナルアイリッシュバンクを相次いで買収。2006年にフィンランドのサンポバンクを買収した。2015年に マイナス金利の逆風化で過去最高益を記録し、ドイツ銀行を上回る経営成績を上げたことが話題となった。デンマークのほか、ノルウェーなど、北欧諸国、バルト三国、イギリス、アメリカ合衆国、インドなどにオフィスを持つ。2007年から2015年までの期間、ダンスケ銀行のエストニア支店経由で、 ロシアの顧客による26兆円以上相当の大規模な資金洗浄が行われていたことを認め、2018年9月、CEO のトーマス・ボーゲンが辞任した。資金洗浄の総額は2000億ユーロに及び過去最高の規模となった。ダンスケ銀行は資金洗浄発覚を受け、2020年1月にロシアから撤退した。ありがとうございます。